スイートビネガーをカバーさせていただきました。ありがとうございます。さあ実はなんかホラドルさんとツーマンするってなって、うん、決まってまたコラボをやろうと思うんだけどって言われてもう食い気味で私やりますって言ったんですよ。ホラドルさんの曲を誰がやるかってなった時に、うん、もうめちゃくちゃやりたかったから、うん、この曲ね。そう、この曲も私が決めましてそう、もうこの曲がいいって言って、うん、やらせていただいて、でなんかまみちゃんも決まって、でもまみちゃんでよかったなと思いますよね。多分スタンドマイク他の人やったら多分こんな感じそう、なんかでもこのスタンドマイクめっちゃ使いやすかった。そう、
フォアドルさんのをちょっとお借りして、お借りいたしまして。そうなんですよね。なんかでもこの曲私もめっちゃあの今回やるにあたってすごい好きになって、なんか普通に電車乗りながらめっちゃイヤホンで聴いたりしてますそう、なんかいいんだよなね、いいんだよな浅いんだよ感想が。なんで浅いんだよ違う、そう、え、まあでも本当ね嬉しかったです。あのね、ホワイトオールさんの曲本当に好きな曲ばっかりなんで、あのさっきのやつも好きだった。あのなになに、いつ、どの曲、あれベイビードリーミンナイトですね。そうそうそう、あれ私も好き、あの曲わかる、あの曲めっちゃ好きなんです。そうだから、あのどうだろうね、今後対バンとかあってまたなんか一緒に なれたらいいなとかも思うけど、うん、どうだろうね、うん、分かんないけど、あの今日はコラボもできてすごい楽しかったです。よかったです、ありがとうございました。で今日はハロウィン当日ということで、皆さんここに来てまだ誰もなんか仮装してるの見てないよね。あのサンカフェちゃんが仮装してたけど、そうだ、ね、まだ見てないよね、まだ見てないよね。みんなは仮装しないの？あ、なんかいたファンだ。なんかいたファンだ一応準備はしてるんだ。そう、まあ仮装もなんかなんでしょう、楽しみにねして、はい、準備ができたかな。できました。はい、できましたので、この後も楽しんでいきましょう。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。バトンタッチします。